いやー、今日も天気がいいな。はい、皆さんこんにちは。今とある場所にいます。結構標高が高いところになるので下に雲海が見えますね。はい、私の車のワークライト、横についてるもの、そして後ろについてるもの、同じものがついてるんですけども、作業工程をアップしていますけども、コメントをいただきました。ありがとうございます。ですね、車につけたいという方からコメントをいただいて、広角と、これスポットになりますけども、スポットどっちがいいですかっていうふうに聞かれたので、ちょっと説明をします。その前に、せっかくなので前についているワークライトもざっと説明します。前に来て見えるかな、これ。私が買ったワークライトですけども、広角と強角、スポットですね、一体型になります。LED の全体のこのぐらいが、6割ぐらいがスポット、そして端っこ2割ずつ、4割ですね、合計それが広角になります。近くで見るとこうですね、広角の方ですけども、これギザギザしてる、このギザギザしてる反射板で周りに照らします。そしてスポット、こっちですね、これツルツルしてる、もうまっすぐしか照らさないのでツルツルしてるんですね。こんな感じですね。このくらいが広角、真ん中の6割がスポット、また端っこが広角です。前についてるワークライトはこんなもんですね。はい、では肝心のこっちのワークライト説明します。同じように下が、これが広角ですけども、ギザギザしてます。上のスポット、こうツルツルしてますね。構造はやっぱり一緒ですね。ですね、点灯、夜になったら点灯しますけども、すみません、前につけることできないので後ろを照らしたいと思います。場所は変わりますんで、ここではやりませんけども、点灯するにあたってちょっとこっち側ついてるんですけども、今つけてあります。やり方ですけども、下が広角なのでこの広角の上に強角、スポットをつけて、切り替えながら点灯のどの風に光が変わるかを実証したいと思います。こういう風についてます。今仮で、つけてありますけども、下が広角、上がスポットですね。同じ高さ、同じ角度にして後ろを照らして実証したいと思いますので。はい、それでは、リアにですね、2つ追加してこれから点灯を切り替えます。今広角がついてます。これから強角に変えます。スポットですね、ちょっと言いにくいのでスポットと広角っていうように私は言いますので、スポットに変えます。よいしょ、はい、スポットに変えました。どうでしょうかね、分かりますかね。ですね、左側にガードレールがあって、その奥に門があります。ここら辺をよく見てもらうと分かると思います。ですね、私がこれから室内に入って何回か切り替えます。なのでここら辺ですね、よーく見ていてください。ちょっと待ってください。はい、では、切り替えます。今スポットがついているので広角に変えます。広角、スポット、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 どうでしょうか、わかりますかね。スポット、やっぱりスポットの方が門の方を照らしています。遠くをやっぱり照らすんですね、広角より。
やっぱり広角は周りを照らすものなので遠くは照らしません。ということで、お車の前につけるのであればスポットを選んだ方がいいと思います。私は後ろを照らす目的で広角を買ったんですけども、前を照らしたいならやっぱりスポットですね。もう多分言わなくてもどっちがどっちだか分かると思いますけども、こんな感じですね、光り方は。はい、ちょっと外に出ます。よいしょ。はい、今スポットがついてますね。やっぱ違いますね、ここら辺が違います。ここから車からの門までの距離ですけども50メートルあります。大体ですけども結構遠いです。それでもこのぐらい光りますんですごいですよね。2個つけてますけどもかなり違います。素晴らしい。どうでしょうか、参考になりましたかね。よいしょよいしょ。ですね、商品はアマゾンで買ったので、説明欄のところですね、下の方に説明欄がありますけども、そこにアマゾンのリンクを貼っておきますので、そこから入ってもらって広角か、スポット選べると思いますので、どちらか気に入った方を買ってください。はい、こんな感じですね。さすがに寒いのでちょっと終わりにします。それではさようなら、また会おう。